これ音楽の教科書に載っててもいいぐらいなんですけども、はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、振るものは拒まずパーカッションのワークショップやってまいります。高文がお送りします。よろしくお願いします。ボサノバとはボッサノバ、はい、新しい風とね、新しい流れみたいな意味合いなんですけれども、これはですね1950年代に生まれたサンバの新しいスタイルということでございます。はい、これよくある質問ね、サンバとボサノバってどう違うんですかってね。ボサノバはサンバです。ボサノバはサンバ、基本的にはみんなイメージするサンバっていうのがあると思うんだけれども、いろいろ多岐にわたってるっていう感じね、いろんな作法が微妙に違うのがたくさんあるっていう感じなんだけども、その中の一個っていう感じで、まあ、とりわけ新しいスタイル、なので、まあ、ボッサノーバーと。特徴として何が新しかったのかっていうと、ギターですね。クラシックギターでサンバのリズムを演奏しましたというところでございます。はい、これどういうことなのかと。このサンバの特徴っていうかリズムの特徴って大きく2パターンに分けられるっていうか、2つしかないんだけど、何だと思います？これワークショップでね前にやったことあるんだけど、はい、ここまで一つは2拍子、2拍子でございます。2拍子、2拍子って 何かというと、ワン、ツー、ワン、ツーっていう、これだけね。多くの場合、多くの音楽の場合、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいなカウント、感情だと思うんだけども、これはもうちょっとこう周期を短く感じてるかね。ワン、ツー、ワンと、いわゆるこれはね、歩きのステップのビートなわけだ。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。2拍子感が、一つの要素、重要な要素ですね。はい。で、もう一つはシンコペーションがあります。シンコペーション何だったかっていうと、今バツカードでちょっと流れましたけど、要はこのタンボリンみたいなね。2拍子でよくあるのは鋭っていうね、ありますね。ちょっと聞こえるか分かんないけど、こういうでっかい太鼓をドーンってこうやって、2台とか3台並べてこう、やったりするね。これワン、ツー、ワン、ツーって言って2拍子。これプラスドゥーン、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 タッ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 、まあ、こういうシンコペーション。あと、まあ、わかりやすいのは、アゴゴみたいな。みたいなのがありますと。で、これ、パーカッション、太鼓のやつなんだが、じゃじゃん、今日はギターが登場します。2拍子がこのベース。で、シンコペーションが、組み合わせるとこうなる。まあ一人二役やってるっていうか、今だと結構ソロギターで一人で伴奏もやってソロも弾いてみたいなのって当たり前だと思うんですけど、まあ当時はめちゃくちゃ新鮮でしたと。一人で、あ、しかもその太鼓のリズムをやってると。で、これゆっくりだとボサノバなんだけど、これ早くしてもいいわけ。これ早いともうサンバになっちゃうっていう感じでございます。はい、クラシックギターでサンバのリズムをやったっていうのがまず新しいっていうのと、あと複雑なコードとハーモニーっていうことなんですけど、この時点でちょっとおしゃれ。おしゃれなの分かります？普通にこうできなかったみたいなのとはちょっと違う、一味違うと。
まあ、いわゆるねテンションコードみたいなのが入ってるからめちゃくちゃおしゃれですと、このコードが、まあ、新鮮でしたって感じだね。はい。でこれにメロディーが乗ったらもうそれはボサノバでございます。はい。だからボサノバのメインって実はギターなんですね。はい。これギターをやってる方ならあそりゃそうだよなっていう話だと思うんだけど、だからパーカッションは実はね必要ないじゃないっていう感じなの。もうこのギターと歌あのメロディーで確立してますから、本当にその演奏するとしたら今やったパターンが、まあ、つまりこのタンボリンでやってたパターンなわけなんだけれども、これでこうちょっとこうもう寄り添う本当に添えるくらいでもう十分なわけなんですね。歌をやってる方とか、ギターをやってる方でまあ、もうちょっと深く知りたいってことになったら、基本的にはこういうブラジル系の打楽器をちょっとやると、あこれとこれつながってるんだっていうことがよく分かって楽しいかなと思います。で教養的にはですね、これ音楽の教科書に載っててもいいぐらいなんですけども、上からジョアン・ジルベルト、ジョアン、うん、ですね、ジョアン・ジルベルト、ギルベルトとか言ったりしますけども、アントニオ・カルロス・ジョビン、トム・ジョビン、ベニシウス・デ・モレイス、スタン・ゲッツ、アストラッド・ジルベルトっていう感じなんですけども、こういう人たち何やった人かっていうのが説明できたら、あ教養あるっていう感じになります説明できますか。ざっくり言うと、50年代に生まれたわけなんだけれども、結構その50年代初期にもうひな型があったっていう感じね。そのいろんなそのミュージシャンが、新しいスタイルを試していく中で、ボサノバって名前はついてなかったけど、ボサノバにだんだん近づいていたっていうか、このスタイルが生まれたっていう感じになるんですけど、これね知らないと思うんですけど、シルビア・テレスさんってね、ホイア・ノーチャっていう曲が一応ボサノバ、ボサノバって名前ついてなかったんだけど、まあもう始まりだろうと言われてます。カルロス・ジョビン、トム・ジョビンが、作った曲です。でこれが56年で、58年9年あたりにジョアン・ジルベルトと、ジョビンとビニシウスっていうのが組んで、レコーディングします。でそれがシェガージ・サウダージっていうね、ジャズで言うとノーモア・ブルース、日本語で言うと思いあふれてっていう曲があるんですけども、まあ、それが、ボサノボの始まりみたいに言われてます。はい。あこれすげえと、新しいスタイルだってなった後に、さらにねジャズ面に発見されます、そのボサノバが。はい。それがスタン・ゲッツね、代表的な人スタン・ゲッツ、アメリカ人ですけれども、アメリカのジャズ面がボサノバ聞いて、あこれはすげえっつって取り入れた人が結構いますと。でスタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトが組んで、さっきコメントありましたけれども、ゲッツ・ジルベルトっていう名義でアメリカで発売されます。リリースされて、それがめちゃくちゃ流行る、流行、大ヒットします。でそこで歌ってたのが奥さんになります、アストラッド・ジルベルトっていう人で、このアストラッド・ジルベルトっていう人はブラジルの人なんだけれども、ブラジルと確かドイツの人で、英語が喋れたのね、英語が喋れたんで英語圏で、歌った、リリースした時に歌詞を全部英語にしたわけ。ブラジルっていうのはポルトガル語なので割とこう、お上品な歌い方なわけなんだけれども、このアストラッド・ジルベルトは英語が喋れたっていうことで、じゃあ英語で歌っちゃおうよっつって英語の歌詞をつけて、歌ったことによって英語圏で大流行りっていう感じになりましたっていうのが、教養です。はい。なのでその最初のボサノバと、ジャズ面に見つかった後のいわゆるジャズの要素が入ったボサノバっていうのは若干違うわけね。ジャズでやるボサノバっていうのはもう編成からして、さっき言った通りギターと歌でも成立する話なんだけども、それにサックスを加えたりとか、ピアノ、ベース、ドラムが入るのが割とジャズバンドのよくある編成ですよね。はい。なので若干こう作法も変わってきますと。で歌にしてももともとはポルトガル語の歌なんだけれども、まあ、英語圏で歌われる時は結構英語の歌詞がつけて歌われることがありますし、この曲の題名すら英語になっている、シェガジ・サウダージってノーマ・ブルースってなってますから、
はい、まあ、そんな流れになってます。はい、